Hey, you guys, thank you so much for checking out this video. In this video, we are going to talk about English. Right. そうね、本当にね僕ね、ちょっと前から思ってて、みんなに説明したかったことがあるんだよね。おそらく、あのね、このビデオを見ていらっしゃっている方は、ですね,、えー、と英,語にね英語をもっと早く学びたいな、英語を、ね、あの身につけて、英語でコミュニケーション取りたいなと思っている方たちがいっぱいいらっしゃると思うんですよ。で、僕がね本当に、ちょっと僕はね日本生まれのものなんだけど、今ね、ねニューメキシコ州、アメリカに実際にいて、ちょっとみんなに本当に考えていただきたいことがあるんですよ。 もし英語を本気で学びたいんだったらね自分が発音とどう向き合うかっていうことをリアルに考えないといけないと思います。この英語を学んでいくっていうことについて発音ととどううう向き合うのかっていうことなんですよまず発音って何だろうっていうことなんだけど普通のね社会的な日本の,あの発音研究家じゃないね普通の発音っていうと 正しい話し方って思うよね。ネイティブのようにペラペラ話したいって。ね、これが正しいんだって。ねでここで面白いのは、ね、正しい話し方で英語を話せないんだったら正しくない英語を話しちゃうわけよで。正しくない英語っていうのは英語じゃないよっていう感じになるよね。 なんか自分のねなんか友達なんかねなんか東京六本木にいて外国人が歩いてきて自分の友達がいて友,友達がペラ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 ,ペラ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 で自分はペーラーペーラーみたいになってたらさ「いややっべ俺ペーラーペーラ」って言ってこれ「ペーラ」って言わないといけないのか「やっべ俺英語全然聞けないじゃない」ちょっと黙っちゃうよね「俺英語正しくねえもん」って思っちゃうよね。でもでもね発音っていうことをリアルに考えていくと ね、ネイティブの発音っていうのは今のことなんだよね。50年前のネイティブの発音ってちょっと違うわけよ。100年前のネイティブの発音って違うわけよ、ね。逆に100年前の英語自体の話し方も違うわけよ。書き方も違うわけよ。 言葉っていうのは実は時代と一緒に人間と一緒に進化して変わっていくのね変わっていっているんですよねこれは事実なんですよね。日本もそうでしょう。なんかエロ時代のさ、ね、え文章新聞読んでみたらもう漢字ばかりで読めねえじゃんなんやねんこれって なんかちょっとカタカナから入ってきてさ、昭和の、ね、大正とか、明治とかになって、ちょっとカタカナは読めるんだけど、みたいな感じじゃななん。やねん、これって。で、試合変わってきて、今やっとひらがなとか普通に使って読めるようになってきたよね。ね日本でもこういう変化があったじゃないですか。ね、で、日本でも、あのー、なんちゃらドラマ、ね、侍ドラマ見てると話し方違うじゃん。違うじゃん。ね。だから、まず、ね、この発音っていうことは、 何なのかってであなたが君があなたがどうこの発音と自分が向き合っていくのかっていうのを意識的に考えて決断していくとなんと英語がペラペラになっていくわけよ。でもここの この段階で発音とどう向き合っていいのかっていうところで正しい発音じゃないと正しい英語じゃないよみたいなこういうマス的ななんかぼんやりみたいな煙みたいなね考え方が本当だって思っていたら分かる意識的じゃないと思うよこれ意識的じゃないと思うよ無意識的にこれが本当だと思っていたらこのハンディキャップがどのぐらいあなたの英語の成長力を止めちゃうと思う 人とと話話そう思っっっったらこれ間違てててるんんだだ言さないよ英語学びたい。話せるようになるらない。何しないといけないの。話さないといけないの。y o u g o t t a speak it, b u d d y y o u g o t t a talk it.You can't just be like, oh, 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 a h oh, 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 o oh, oh, o oh, oh, h oh, 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 h oh, oh, o ブロックになっちゃうわけよもしこのブロックを外して別に下手な発音でも全然気にしないんですっていうのを本当に頭じゃなくて心あなたの本音として全然問題ないんだっていうのをマジ理解できたらあなたどのぐらい英語使えるようになるもっと話せるようになる普通に会話す,するするやろそしたらあなたの3年後のあなたはどのぐらい英語使えてるなってると思う その話そうとしてるんだけどこれダメなんだと思っていて Oh no, I better, I better keep my mouth shut Yes, no, haha Mr. Sato, what do you think? Oh, fine, thank you very much せえーな、これなんか言ったらさわかんねえってなるかもしれないし発音間違ってたらさ恥ずかしいじゃんどこってこの考え方のね、Mr. Sato の三年ごとをね、What do you, what do you think, Mr. Sato? I think a、uh, movie very good.I like, I like Japanese samurai story. サ、uh, ムライソード .Ken.Very c o o l s h very cool. みたいな感じで語られるら全然会話できてんじゃんみたいな感じやん、ね。その3年後とか考えないといけないわけよ。で、マジ、マジ。英語っていうのは、ね、ライティングっていうのがあるよね。 でライティングっていうのは正直言って、まあなたが学生でねああのアメリカの大学に行くとかあなたが学生で高校でちょっと英語の文教勉強,勉強してるって言ったらしっかり学ばないといけないんだけど正直言ってもうあなたが56歳の男性でちょっとニューヨークに行こうぜとかオーストラリアに行こうぜと思ってるお父さんなんてかっこいいよあなたのリーディングとライティング 正直言って Google 先生でおそらく十分なのよ。マジこれなんか Google アプリとかもあってさ、なんか写真つけるだけでさ、通訳してくれるんだよ。写真つけるところで英,英語が日本語になってくるのよ。マジこれ無料なんですよ。だからもうそこのさ、リーディング・ライティングのコースのね、にの先生に1万円払うって、その先生をね、月4回、年会何それ、4万かける、ね、48万円そこに投資するんじゃなくて、ね、その、あの自分の 海外のあの絵本の Wi-Fi に通しなよ。<laughs> ねえ、絵本の Wi-Fi あったっけ？そのあのカバーよの子いるじゃん <laughs> ここ。ここじゃねえよ。ここだよ。この絵本のなんかいるじゃん。ね、Wi-Fi に通しないといけないんだよ。ラックテン Wi-Fi ルーターとかね、ニューヨークでオーストラリアで絶対電波が切れないっていうところにね、その方がはるかにいいって。まあ別にね、楽しみたいんだったら学びたいんだったらしっ,しっかり学ばないといけない人はしっかり学んでくださいね。ね。オッケー。じゃあ。 この英語っていうのは reading and writing っていうのがあるやろうありますよねありますよねもう一つはどこですか ?listening.listening. Listening. これはもうちょっとしたら後で話すんだけど、これはでっかいやつなのよ。listening はでっかいやつなのよ。ケ、okay? ーもう一つはどこですか ?speaking なんですよ。speaking なんですよ。OK? ねで、 コミュニケーション。あなたは何を望んでいるのか。あなたは気軽に旅行できるような感じの英語でいいのか。気軽に友達が欲しいのか。それからあなたはアカデミックなのか、ね。ビジネス的にしっかりリーディング・ライティングができないといけないのか。ビジネス的にあなたは弁護士とか、なんかスーパーストック・トレーラー、ニューヨーク・ウォール・ストリート目指せ。ね、みたいな感じで、じゃあトヨタのね、トヨタの営業部長で、だから実際にその人が言っていることが分からないといけないのか、レポートを読まないといけないのかとか。 それによって変わってくるんだけど、ね、正直言って、ビッグなことは、ね、この3つなのよ、ね。読み書きっていうの1つね。もう1つは、スピーキングっていうのが1つで、もう1つは、リスニングっていうのよね。これ、僕、東京工業大学のエルオップっていうグループで、あの英語を教えさせていただいたときに、もう出てきた、ね、ポイントなんだよね。<laughs> で、中にはこの、リーディング・ライティングっていうのを一つにして、で、もう一つはスニング、listening and speaking っていうのを一つにしちゃう。だから、二つしかないよっていうのもあるんだよね。でも、本当に正確にやったら、リーディングもあるし、ライティングもあるし、スピーキングもあるし、listen もあるし、四つじゃんかなみたいな。四つじゃないのって。ね。まあ、ポイントは伝わったと思うんだよ。ね。reading and writing and speaking and listening. Right?listening is a tough one, man.listening は、これはどうしようもないよね。ね。これはどうしようもないよね。 だから、これは本当にね、誰かが何言ってるのって分からないんだったら、もう一回言ってくれないかなって、ゆっくり話してくれないかなって言った方がいいと思うのね。正直言って、あなたが、 ね、毎晩ゲーム・オブ・ザ・スローンとかフレンズとか,、ね、なんかそういう海外ドラマを見てリスニングの勉強を、ね、50時間とか何十時間とか分かんない200時間とかバーってやったらおそらくリスニング全然できるとなると思うんだけどもう一つ、このハックがあるのよ、ハックが、もう目の前にあるハックが、ね、もうこれだけでいいみたいな感じ。 正直言って、もうこれが80%みたいな。それ何なのかっていうと、ね、すいません、お姉さんちょ、もうちょっとゆっくり話してくれないかな。え、ごめん、まだ分かんないのもう。もうちょっと、ちょっと、ちょっとゆっくり、僕は聞こえるようにやってくれないって。そうそう、分かった、分かった。ありがとう。この会話術なのよ。この会話術なのよ。 えー、僕日本でこれ頑張って使ってて使たよすいませんと日本語ねちょっと苦手な時もあったのよ僕日本で育ったんだけど海外に行って2 5 6歳の時日本に戻ってきたのにもうさっぱりわからんみたいな何やねんみたいなでとりあえずこれだけ覚えたのよすいませんちょっとお伺いたいことがあるんですけれどもって。 これ日本のおばあちゃんに言ったらね、どうしたの丁寧な日本語話すね。みたいな。残りはオッケーなのよ。もうこの一言、このマジックキーワードを指したらね、もう普通の場合はね、98%の場合は、あ,あは、外国人の方がいらっしゃってね、お父さんちょっとお茶出して、お茶出して、何言ってんだよ、外国人お,お茶なのコーヒーやろ。ああ、そういうコーヒー飲むかいあ、おセンキュー。でもこれはみんなとなかなかってね,ね、気づいたらね、インスタに近い。 乗っっててるとかっってってなななるとかマジな話なのよなこういうずるい手を使うずるい手っていうかなんかねやれよってや,やるのよやだからそれちょっと今すごいすごいあのスーパーポイントっていうかねだからリスニングっていうのはすっごい難しいことだからね実際にもうちょっと丁寧にゆっくり話してくれないかなとか。 I'm so sorry. My,、uh, my listening, my hearing,、uh, my ear, super bad.、Um, I don't understand. Please speak slow. I'm so sorry. みたいな。でそこで、ね、それをなんかさ、女子高生、キラキラ輝いてる女子高生で男子が目の前にいるときにそんなことをやったら女子高生が、AM! Who's this man? みたいな感じで。 なるのは当たり前じゃないんだからそういうのをおばあさんとかお姉さんとかねおじいさんとか優しそうな人にやるわけよ優しそうな人がやるわけよでグッドニュースはアメリカに行くとね白人がそこまでいないところなんかいっぱいあるわけよわかるなんかオークラホーマーのど真ん中に行ったら白人だらけかもしれないんだけどニューヨークロスとかねそういうでっかい都市に行くと ね、メキシコ系の人たちもいるし黒人系、まあ、黒人系はちょっと違うかもしれないだけどそのアラブ系とかインド系とか全然英語が話せないネイティブのハアクセントが絶対できない人とかがいるわけよそういう人に聞けばいいとかそういう人があなたをバカにするわけないじゃんバカにできないわけよ同じ立場にいるからねわかるこのネイティブっていうのは正しい話し方っていうのはイメージなんだよでみんなそこに合わそうとするんだけど現実は全然違うんだよね ね。だから、インド人はインドアクセントで話すわけよ。ね。イギリス人はイギリスアクセントで話すやろ。オーストラリア人はオーストラリア人でオーストラリアアクセント。ノルウェーはノルウェーアクセントなのよ。メキシコはメキシコアクセントなのよ。ジャメイカは A メン、ジャメイカマン、ジャメイカなのよ。あるカリブはカリブで、ケイマンはね、ケーマン諸島はケーマンで、ね。中国は中国アクセントなのよ。それがネイティブなのよ。 中国人が中国人アクセント中のも一つのネイティブやろ日本人は侍アクセントっていうのめっちゃかっこもうあの何本田健さんじゃなくて他のあのああいるでしょういるでしょうその健さんがもう一人が健さんがあのねすっごい有名な海外のスーパーホリウッドアクターの渡辺健さんよ渡辺健さんがもう王道をィオ広げてくれたじゃん I am samurai Tom c r u よ You must learn the way of samurai はい先生 かっけえんだって。かっけえんだって。かっけえのよ。全然当然。それ使う。の問題ないのよ。で、ここが、ね、あなたのプライドを捨てるか、あなたのプライドを別のところに行って、わかるあなたのプライドはこうやって正しいネイティブみたいに話さないといけないんだよって、それを信じたら話せなくなっちゃってそうすると話す機会が減るから、成長の機会、your experience、ね、 英語を学びたいんだったらこの経験を増やさないといけない、ね、経験を減らしちゃうわけよこのプライドが入ってるとこの発音とどうやって向き合うのかっていうのを決断していないと、ね、このよう分かんないみんながこうやってるから私もこうやらないといけないのかっていうところに合わせているとね特に日本の文化って考えてみなよちょっとでも間違えたら破門されるんだよ もう学校で、ね、渡辺くん、ちょっとこれ、ね、This is a pen, this is a pen って言ってみて、あ、ah,、This is a pen, this is an apple pen? えへへへ英語話せない、くすくすくすって、もう永遠トラマだよね。現実は、私に英語を教えている先生も、永遠にネイティブのアクセントが身につかないんですよ。 今、日本で英語を教えてくださっている先生たちのアクセントも永遠にネイティブアクセントにならないんですよ。できないんですよ。アクセントっていうのは下の筋肉で、これはあるねその5歳とか6歳を超えると、ねなんか、科学的にこ、この R って言ってみて。 R、R、re. 言えないでしょ。R って言いたいんだったら、R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 。これできるでしょ ?R、R、R、やってみて。R、R、R、言えるようになるよ。R、R、R。で、この R っていうのをちょっとずつ少しずつ緩めて止めていくの。R <Or. S 2>、R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 。こういうトレーニングをしないと発音って身につかないわけよ。特に R とか。 ね、そういうことなんですよ。だから、外国人が日本に来て、あ、こんにちは、私、あの、寿司大好き。ね、サキあ、とても大きく飲みたい。サキ、で、カリオキ。その時にさ、おい、おい、日本なめんなよ。サキじゃねえよ。酒だよ。お酒って言ってみろ。カリオキーなんだと、沖縄じゃねえぞ。オッケー オッケーじゃねえぞカラオケって言ってみろよ酒んなよ帰れよみたいな。そんなヤクザのお兄さんいないっしょヤクザのお兄さんでも、こいつ酒って言ってるぞおい飲ませてやろう一杯あげがよ飲むぞ飲むぞカラオケだったよってカラオケやってこそやポッツァ飲むぞみたいな。わかるヤクザの人もオッケーなのよマジわかるだからあなたが日本語のアクセントで海外に行って話してたら全然おかしくないの。ね であなたにおかしいよって言ってたらそいつがわけわかんねえのよそいつがまだこういうなんか低い意識なのよ低い意識なんだよまだ成長してない魂なんだよ全然わかる俺アメリカに住んでてで日本で生まれたんだよって言ってあじゃあ中国語を話せるんだっていうね普通のアメリカ人3ヶ月に1回俺会うからね今でも、まあ、最近は会わないんだけど本当にアメリカに引っ越した時 本当に。え日本か、東京から来たんだ。え中国っていいのとか、なはぁみたいな。わかる。全然知らねえやつらばっかりなのよ、アメリカも。全然気にすんなって。そそ気にすんなって、気にしすぎだって。気にしすぎなんだよ。だから、今、決断していただきたいのは、ね、可能性として、ね、この、正しく発音を使って話さないといけないっていう、それを、 止める間違ってもいいからわかる論理理的に考えると間違っても発音が正しくないんだけどそれを続けていた方があなたの英語の成長になるなって。 でちょっと賢くすいませんちょっとお伺いたいことがあるんですけどみたいな感じで I'm so sorry my Japanese I am Japanese my English is so terrible 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 so bad please、uh, my accent bad、uh, can you speak super slow slow I'm so sorry みたいな感じで言ってそれが No って言ったらの次のやつに話やったら話すのいいじゃんそれそういう形のその自信っていうか自信満々っていうかそれが現実になっていけるっていう可能性の可能性 それ難しいと思うけどその可能性がそうやって英語を使っていく可能性もあるやなってスキル関係ねえやなみたいなはもしその可能性それ興味あるんだったらぜひその可能性があるなっていうちょっとそこの可能性だけを感じてもらいたいわけよ、うん、可能性感じるぜってそれだけそれだけ人生っていうのは可能性が見えると 可能になってくるのね可能性がないことはダメなのよ。好きなことを仕事にしてはいけません。その可能性はないんです。世の中で成功している人は全員辛くてやりたくないことで川がこう流れてるんだけど、努力して川に向かって反対に行っていた、そういう偉い人しか成功していないんだよって。本当ですかって、本当ですって。100%人生です、ね。会社で成功したりとか、仕事で成功している人は努力して続けているんですって。 好きなことで大好きそれをね前のビデオでも言ってたのどそれはアメリカで言ってみあんた木星から来たのって自分が本気になれ,なれること自分がめっちゃ興味あって他の人より上手くなるぜみたいなそのぐらいのパッションがあって得意でもっと学びたいお金なんて俺が払うよ逆にそのぐらいやりてえんだみたいなことをやるから成功するんだよっていうのが日本とは違う国とかなんだよね 可能性が。可能性よ。a l right, you guys. 別にそういうの興味なかったらやらなくていいんだよ。え別にさ、俺こうやって熱く話してるからさ、ダウンボタンなんて押すなよ、それ。失礼だよ。マジ。うん。押すなよ、それ。考えてんだよ。そういういるんだよね、本当に。ごめんね、うん。嫌いだったら止めろよ、みたいな感じ。無料でこ。 もういいやめとくわオッケー。Okay. もう愛だよ愛だよハートだよだからハートのハートのウェイで行こうぜ英語が発音が下手ねもハートだからこういうの好きだよね。こういうの流行ってるね流行っただから大好きなの <laughs> ちょっとちょっと <laughs> キモいぜ Alright you guys Thank you so much I hope This video なんか役に立ったらね教えてくれてだか Like ボタンを押してくれたら嬉しいぜありがとうなまた次回会おうぜじゃあねありがとう Thank y o s